サイクロプスの話。あ、こんにちは、バーチャルオキツネ風卓上セーブポイント職人の匠です。さて、さっきこっち向いてサイクロプスって言ったと思うんですけど、今日はサイクロプスの話です。サイクロプス一つ目のお化け、まあ、でっかい一つ目の怪人、まあ、あれです。でっかい巨人で一個の目でなんかこう頑張る人です。その頑張るサイクロプスさんなんですけど、まあ、単眼、まあ、目が一個しかないので、おそらくこう目が二つの我々に比べると物を立体的に見れないと思うんですよね。片目だけで物見るとなんかちょっと距離関係ずれるじゃないですか。で、人間にはね、こう効き目があるみたいなやつが片方しかないとどんな不便があるのかと。片方というか一つしかないとかね、まず物もらいとかできた時に眼帯どうするんだろう。ほぼマスクだよね。こう覆うやつつけなきゃいけないわけでしょ。まあ、その眼帯つけるとまあ目が見えなくなると。それもまずいし、砂ぼこりとかでああかゆってなった時に、こう普段だったらね、片目開けた状態であかゆってなって、こっちの視界は生きてるわけですよ。それができないとなると、サイクロプスの目が弱点なのはしょうがないと思う。目攻めんのやめてあげません？なんかこうちょっとかわいそうになってくるんで、サイクロプスを見たら、優しくしてあげましょう。ではまた。